エスパーグロと 4C0H っていうのはちょっと相性は、うん、どうですか、ちょっとメインボードに関しては相手への反証手段、誤解選手ちょっと少ないので、もしかしたら0H と回られたら、そうですね、綺麗に動かれると厳しいかもしれませんが、まあ、ただ呪文トレイがしっかり刺さるような展開になれば、誤解選手にとっては。岡井さんがもう伊藤さんのデッキを知ってプレイしているかどうか、そうですね、岡井選手としてはまずはクロップをしっかり用意して、ゲームを素早く決着をつけたいところなので、この1ターン目の模範的な作りではかなり理想的なスタートです、ね、さあここに何が続くか、何が続くか、はい、それからちょっとノイズがすごいということですが、ただいま調整中ということでしばらくお待ちください。はい、しっかりアーティファクト出せるとすごい、そうですね、まあ、ただフェッチをもうよどみなく切ってるので、ここは、はい、さあ回転よくもうデッキのベストカードに上げている、この光景よく見たそうですね、本当に空手師が入ってすぐの大会ではよく見られた光景ですね。フロンティアでもすごい回転、密輸人の回転よく採用枚数がすごく多い、いろんなデッキに入ってますね。まあ強いですよね、やっぱりこのカードは。スタンダード禁止も納得ですよ、ね、そうですね、マナフラットもスクリューもどちらも防いでくれる素晴らしいカードです。登場1っていうのは奇跡ですよね何でも乗れちゃいますからトークンでも何でも乗れる。さあ対する伊藤選手も絶好のスタートですね。そうですね、エネルギーは順調に溜まっていて今3つです。そうですね、霊気拠点と、マナクリーチャーから合計3つ溜まってます。ハンドに食目視の組細工が見えるので、エネルギー6個までは少なくとも確定したそうです、ね、そうです。ただ、あれがないですね、霊気の脅威は持ってないですよね。この時点だと岡井さん目線、伊藤さんのデッキはまだ確定はできてないそうですね。まあ霊気値は入ってそうには見えますが、神挑戦者決定戦、神決定戦とかで見てきたフェリダーが入ってたりとか、いろんなバリエーションがあるので、ちょっと結構分からん殺しというか、何が出てくるのか、デッキの詳細まではまだ判別できてないと思います。これは岡井さんすごいいい動きを、そうですね、おそらくスレイベンの検査官で登場して6点ブロックです。さあ今回転欲求のドローで何を捨てるか検討しているところです。手札にフェイタルプッシュ、致命的な一押しもあるので、このターンそれを打ったりするかどうか、ブロックして前にフェイタルプッシュ、ここで一気に6点削っていく、素晴らしいですね。さあ対する伊藤選手はちょっと土地が引けなかったので、ターンを返すしかありません。まあ、ただやっぱりもうこの環境、エネルギー絡みの時には確実に蓄霊などが入っているので、ここで登場するかどうかとかはプレイが結構分かります。先手でこの動きされちゃったらもうどうしようもない、そうなんですよ、ガリアまで出てきて乗られて、これは苦しいルーティング。じゃあ蓄霊稲妻で一体除去できるのかな。さあしかし4点のダメージですかね。4点、伊藤選手としてはここで、うーん、これで一応ライフが9まで回復ですかね。ならず者のあいつが出せるとよかったんですけどね。そうですね、ブロッカーがなかなか出せない、土地2枚で、同じ2枚で止まるでもやっぱり全然動きがもう、そうですね、岡井選手の方がもう比較的軽い、今は先ほどルーティングで捨てたタシグルなんかも含めて、さあこれで7点。もう霊吉も引けているのにエネルギーも十分あるが、なかなかこうなってしまうとタシグルまで出てきた。これは追放の枚数、タシグルはあの自身の能力の都合であの墓地に残すカードをいいカードだけにしといた方がいいので、はい、ありがとうございます。ちょっとまた音を聞こえづらかったりしたらコメントいただければと。さあここで岡井選手が、ここで伊藤選手がちょっとたまらず投了ということですかね。すごいですね、この手数の多さっていうのは、もうこのスピード感、そうですね、一旦目作り手からの流れるような、これ懐かしいですね。そうですね、なんか嫌だったなやっぱ一旦目クリーチャーからの回転欲求っていうのは結構伝説のパターンですからね。
フロントはやっぱり性質上旧スタンダードデッキがさらにパワーアップしてるみたいなデッキがやっぱり多いですよね、はい。まあ、それこそこのデッキも昔は青白2色だったりしたんですけど、土地がフロンティアはかなり強いので3色にすることも可能だったり、かなりマナベースは安定しますよね、どのデッキでも。しかも入ってるのタシグルとかですからね、そう相当パンチが効いてる。これはお二人はどういったサイドボーディングを行っていくんでしょう。そうですね、岡井選手はまあ相手の全貌は見えないんですけど、まあ、霊吉っていうことは多分あの構成で見えたと思うので、霊吉に対処できるカードを追加して、メインボードに関してはちょっとその霊吉に対する回答が少なかったので、それが懸念材料だったと思うので、サイドボードから呪文貫き、軽蔑的な一撃あたりをサイドにするんじゃないかなと思います。まあ、軽めで動きを阻害しないし、ね、はい、基本的に今あの土地2枚で止まってあれだけ動けたんで、あのマナを残すこと自体はそんなに難しいことではないので、だそうなってくると伊藤選手ちょっと結構苦しいような感じ、ね、そうですね、伊藤選手としては、追加の除去だったりを入れることになるとは思うんですけど、まあ、まずはしっかり黒子をさばけるかどうかの方が大事になりそうですね。まあ、今はもう完全に盤面で、そうですね、あれあれあれって言ってるうちに負けちゃうっていう、あれあれだけの構成を抑え込むのはなかなかに大変なので、やっぱりこういった分回りがあるというか、受ける動きもできるし殴ることもできるしっていうのがやっぱりエスパーグロの強みなんですかね。そうですね、いろいろできますよね、あの反射魔導士もあって相手のクリーチャーもしっかり触っていくことができますし、呪文トライで呪文まで抑え込むこともできると。あとこれ最強デッキですかね。そう本当にスタンダードでね、かなり強いデッキだったので、今、実況がメディアチーム大久保と解説がハレリアプロズの、津村健二選手にお越しいただいております。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。現在第11期フロンティア神挑戦者決定戦準々決勝の模様をお届けしております。左が、スタンダード神でもある岡井俊樹選手、使用デッキはエスパーアグロで、右側にいらっしゃるのが、伊藤瑞希選手、使用デッキが 4C 霊吉ということで、サイドボード結構入念に悩んでますね。岡井選手の方はやっぱ簡単そうですよね、ちょっと反射魔導士とかその辺を減らして多分チケチ呪文に変えるぐらいの小さな変更だと思うんですが、伊藤選手はもう相手きっと打ち消し、でもまだ青見えてないのですかね、伊藤選手から。あ、確かにそう言われてみると白と黒しか見えてない。そうですね、平地沼で終わったかな、最後の最後まで。一応タシグリディスカードしたりとかしてたから青が入ってるかもみたいな感じですかね、はい。でもこうしてみるとフロンティア今すごいいい環境に見えますね。そうですね、いろいろなカードが使えて、どのセットのカードも割と使われているような、また新セットが与える影響ってのは結構大きそうってのも楽しみの一つですよね。次のエルフゴブリン祭りもどのような、そうですね、ドミナリアはすごい影響を与えそうですね楽しそうですよねとにかくカードが強いですよね。津村選手ドミナリラで何か注目してるカードとかって今ありますか。ちょっとまだ楽しみにしておこうと思ってあんまり見てないんですけど、ほうほう、まあ、やっぱりラノワールのエルフとか普通に嬉しいです、ね、久しぶりにギャンコマ、シージギャンコマンダー、方位方位なんとかの司令官ギャンコマあいつもね久しぶりに帰ってきますけど、すごいカードですからね。あれ絶対てかスタンダード赤のカード強すぎますよね。そうですね、今んとこ赤だってギャンコマでさえグローリーブリンガーと枠を取り合うっていう、うん、あ確かに確かに、こんなん 100% 使われるやんと思ったけどあれちょっと待てよってドラゴンがいたなと4マナはチャンドラもいて、フェニックスもいて、赤いミッドレンジデッキとかなんかいろいろ組めそうですよね。フィニッシャーを選ぶのも楽しそうですよね。ワーチーフもいるんでゴブリンデッキも結構成立するのかなって感じですよね、はいはい、ありがとうございます。解説は宣伝の貴公子なので自然に宣伝が入るはず。自然にもう試合がひとたび終わってしまえばね試合中は試合に集中してますが、もう2人ともようやくサイドボードが終わってこれから第2ゲームが始まろうとしていますね。第1ゲームは岡井選手がもうあれよあれよという、そうですね、もう理想的な展開で先取しましたが、もう 1-2-1-2 の動きで
さて、さあ伊藤選手また土地は2枚しかないんですが、マナクリーチャーもあって色もしっかり出そうなのでキープしそうですね。チクレイナズマもあって先ほどはどうしても盤面なかなか干渉できないし土地も止まってしまって一方的にやられてしまいましたが、今回先行っていうのもあって、そうですね、相当違いますね。これは除去がもしかして3枚ある、これは良さそうですね。チクレイチクレイまでは見えますけどね、チクレイが3枚あるように見えるかな。さあしかし岡井選手も素晴らしいスタート、1ターン目模範的な作り手は本当にベストムーブですね。いや本当にこいつはスタンダードのね、期待デッキなんかでもまだまだ使われてますが、まだ我々の感覚ですよね。もう1ターン目パワー3ではさほど驚かなくなってしまったもう昔10年前だったら事件ですけど、まあ、野生の中っていうの DNA ですよ。そうですね、もうさあここはターンを返しました。まずは相手のマナクリーチャーではなくて除去を構えた。模範的なスタート、これ綺麗誰馬ですお、ここ1点クロック。さあこれは除去を炙り出したのか、それとも単純にアーティフトがなかったのか。伊藤選手はここでちゃんと3枚目の土地も引けて、岡井選手の手が止まったので今のところちょっと、決め手となるカードはなさそうなんですが、アクションには困りませんね。さあ岡井選手、白蘭の騎士サイドボードから入れたカードですね。後手の場合にのみサイドインする形なんでしょうか。これもいいですよね。いいですね。スタンダードでも共存してた時期はないのかな、白蘭の騎士と。模範的な作り手とかはないかなと思いますね、多分。これもちょっとフロンティアらしいというか、このグリちゃんもいいですよね。地味ながら堅実な仕事をこなしてくれる。さあ早速公開選手はマナを構えてますが、確かに白蘭の騎士っていうとそうですね岡井選手の前にそうですね、神だった和田さんがこよなく愛したカードですが、これはちゃんと切って島は入ってるんですかね。島1枚だけ入ってますね。岡井さんの手札に軽蔑的な一撃があったように見えたので、もうやっぱりそろそろちょっと構えたいところですね。そうですね、今のターンからもう構え始めてたので、対戦相手が霊吉っていうことはもうこの時点で判断していて、まあ、今のターン必要であれば島をサーチして打ち消すこともできたと。しかし相手 2-2 がいても殴れるのがこの白蘭の騎士のいいところですね。そうですね、一応まあ2体でブロックされると死ぬんですけど、多少ダブルブロック、致命的な人をされると2体とも死んでしまうので、やはり1ゲーム目と比べるとちょっと出足が遅い。そうですね、1ゲーム目はもう本当に 1-2-3 と流れるような展開でしたけど、少しちょっとクロックが物足りないので岡井選手としてはこの、クロックダメージクロックになるカードを追加したいですね。ちょっとこの状態で待ち続けてもまだまだライフが遠いので、同選手の手札に食目種の組細工も見えるので、さあちょっとアーティファクトがありませんが、アーティファクトさえ追加できればクロックは跳ね上がりましたね。伊藤選手も手札にあれですかね、普通の追跡者が見えるけど土地がない状態。伊藤選手としてはこの相手の勢いをしっかり抑え込んでいる間に土地を引き込むなりフィニッシャーを引き込むなりして、攻める形を整えていきたいところですが、おアーティファクトが見えないけど一応一番クロックが大きくなり得る、まあ、エネルギーも節約できますね。そうですね、おこれは捉えましたね、捉えましたね、まあ、岡井選手ちょっとやっぱりそうですね、クロックが今細いっていうのを理解してのアクションだと思います。さあしかしここでタイヤレストラッカー出てきて、おおすごいフェッチランドベストムーブですね。これもミッドレンジが好きな人はみんな心躍る。このカードもすごいですね、レガシーでも使われている、もうバリバリですね。フェッチランドとの組み合わせやはり恐ろしいですからね。
最近のスタンダードはなんかドローは青ではなくもう緑なんじゃないかってマナとドローは緑に任せろと。不屈の追跡者が使われていた頃のスタンダードは本当に緑器用でしたよね。中隊でアドバンテージも取れるし何でもできましたね。でこうなってくると岡井、まあ、選手としてはまずアーティファクトですね。アーティファクトを追加して模範的な作り手を。あさあしかし追加できずできず、こうなると伊藤選手としてはもう地上が止まったんでかなり楽になりましたね。ヤクランの騎士も殴りに行けないですもんね。これ 4-3 見えているからもうこうなると組細工もかなり生きてきて、そして今引き込んだコジレックリターンも劇的なタイミングでさせることができそうなので、そうですね。これはもうカード引いて岡井さんはあれですね、第10期スタンダード神の岡井さんです。そうですね、今現在のスタンダード神です。しょっちゅう勝ってますよね。そうです、本当にいろんなフォーマットで今回岡井さんはもう先ほどちょっと話したんですけど、スタンダード当時の白青フラッシュを組みたかったっていう、はい、おお、アバシン、アバシン、これは嬉しいですね。アバシンももう結構最近のカードなんですけど懐かしいですね、スタンダード勢としては。靴の追跡者とアバシンよく見たカードですねこの組み合わせはアバシンは変身すると激おこになってもすごいことをするんですよ。全員に3点みたいな、対戦相手と各クリーチャーに3点。まあ、この場合ちょっと自分の盤面もそうですね、ちょっと被害が大きい、ですし、チクレイナズマが解放されてしまうので今は変身してほしくない状態だと思いますが、相手のやっぱりどうしてもトラッカーが生き残ってしまうっていうのも考えるとちょっと、まあ、それでも飛行で6点クロックが刻めて、さあ伊藤選手はダメージを減らすべくトークン1体を生み出して、2点に抑えました。これ現在の盤面はどちらが有利なんでしょうか。伊藤選手が有利ですね。手札に相当余裕があるので、先ほどまでちょっとあの緑の組細工が頼りなかったんですけど、もう今、ならずもの巨匠、つむじ風の巨匠の巨匠で、遠くに変換できるのでエネルギーも全く無駄になりませんし、で今フェッチランドも引き込めたんでトラッカーで2ドローも確約されて、これはもう盤石。そうですね、もう伊藤選手もう除去今手札にあるけど打たなくていいような状態なので、今はかなり伊藤選手がリードしている状態です。もうライフもねこれで一気に16、19ですね。さあ未だにスタンダードでも使われているつむじ風の巨匠ですけど、やはりエネルギー全盛期と比べるとちょっとパワーが落ちたと言われてるんですけど、これを見るとねもうまだ何匹出るのかと、もう止まらないですね。今多分4体ぐらい出ると思うんですけど、組細工を使えばさらにトークンを増やすこともできると、もうその気になればアバシンを打ち取ることさえできるほどトークンを生み出せるので、ちょっと岡井選手は苦しい難しい盤面ですね。そうですね、まあ、ただ止まるわけにもいかないので、これ頑張って呪文トライを止めに行くプランももしかしたらあった。そうですね、エネルギー次第ですけど全然ありえるとは思います。まあ、ただ盤面的に今伊藤選手このまま続くだけで伊藤選手が有利なので、そんなに無理する必要がないかなとも思いますね。さあしかしここでこちらを止めたということは何か意図がありそうですが、見た目は普通に 4-4 を止めたいところですもんね。さあというわけでここで何かアクションがあると思われます。おそらく手札に眠っていたコジレックのコジレックの機関、これが成功すると凄まじいことになります。凄まじいですね。さあここで解決したのでチクレイナズマが帰ってきてアバシンをもうこうなるとすごい場になりましたね一転して
楽しいってもうやりたい放題ですよね。トラッカーのトークもまだ2個あるし、組細工でエネルギーが尽きることもない。俺を返せるカードはもうないです。なかなか難しいですね、ここまで来てしまうと。口の追跡者を仮に除去したとしてももう十分仕事されてしまっていて、もうクロックがそもそもすごいですからね。現時点で6、7、8、9、10点クロックなので、でエネルギーの数だけトークンも増やすことができる。いやこういうカードだったわっていやつむじ風も本当にすごいパワーですね。さあこれは一応アバシンを警戒して最低限のアタック、まあ、ミシェラも見えてますし、もう無理はしない。手札のカードは一切使わないように。さあしかし伊藤選手はさらにエネルギーとライフを得ながら、この盤石感もすごいですね。霊吉っていうデッキ名ではあるんですけど、霊吉がなくてもこんな動きができると。つむじ風も相当気持ちいいですよね。ドラッカーもそうですけど、ちゃんと得たエネルギーをもう霊吉以外でちゃんと消費できるっていうのもまた、そうですね、そこがデッキとして強いですよね。それにおかえ戦車もうこうなってくるとミシュラでチャンプブロックしていくしかない。そうですね。さあしかし伊藤選手は手堅いですね。手札の竹林稲妻とかは無駄に消費することなく圧力をかけ続けて余力を残したまま、今手がかりが4つありそうな、手がかり4つ、エネルギーが何個ですかね。ちょっと見えづらいですが結構ありそうですね。結構ありそうですね。そうですね、あの今ルールが変わっちゃってちょっとダイスでは管理しないようにっていうルールができてしまったんですけど、お互いメモを取ってしっかり意思疎通するようにっていうルールができたんですけど、ちょっと放送的には確かにダイスでやってほしい気持ちも見えにくいですちょっとメモを読み取るのはなかなか難しいので、どんなにゲームを追いかけてもやっぱりちょっと見落としてしまう。そうですね、あと変化が激しいんで、いやこれはもうないと思います。さあここで伊藤選手が1本取り返しました。もう理想的ですね。しっかり相手をさばいて減速させてアドバンテージ勝負に持ち込んで圧倒する。先手が有利というか、なんそうですね、先手のやっぱり一旦差は大きいですよね。まあ、あとちょっと岡井選手2ターン目何もなかったので、そうですね、これちょっと岡井選手が有利かと思われたところでしたが、ちょっと分からなくなってきましたね。そうですね、やっぱまあ霊吉はスタンダードの頃からそうでしたけど、サイド後のプランというかデッキが強い。トラッカーとかを使って今みたいにアドバンテージ普通に今エネルギーミッドレンジみたいな。そうですね、その霊吉に極端に依存するわけではないというのが、あとはもう不屈の追跡者がひたすら最高に気持ちいい。グリーンズウォーカーですねで現在は第11期フロンティア神挑戦者決定戦準々決勝の模様をお届けしています。左にいらっしゃるのが第10期スタンダード神でもある岡井俊樹選手、使用デッキがエスパーアグロ、まあ青白フラッシュにちょっと苦労を足しているような形ですね、はい、で右に座っていらっしゃるのが伊藤瑞希選手、使用デッキが 4C 霊吉ということで、ちょっとねスタンダードで禁止されていた回転翼機だったり霊吉の脅威だったり、ちょっと伊藤選手の霊吉の距離そろそろ見たいです。そうですね、1回ぐらいは。もしかしたらサイドをちょっと減らしてるのかな。そんなことはない、まあ、減らすことはあるかもしれないですけど難しいですね、その辺は。まあ、サイドの枚数的には、減らすことはなさそうに見えますが、どちらかというと重いカードエムラクールとかを減らして霊吉は残しそうかなと思いますけど、ウギンとエムラクールと、そうですね、いろいろなフィニッシャーがいるので、ここからどうなっていくのか。でもやっぱりカードパワーが高いからすごい見応えがあります。そうですね、序盤もアクション多いですしね。
さあ岡井選手は先ほど見えたバックランの騎士なんかを減らして、先手用のカードに変えるのか。今日はどんなデッキが多かったですか。今日はどんなデッキが多かった。どうですかね、パッと見青いデッキは結構多そうに見えましたけど、さっきちらっと見に行った時も青系対決やってた場面を見ましたが、時を超えた探索。そうですね、フロンティアやるからにはせっかくなので使いたいと思う人は多そうですね。モダン、レガシー禁止、ヴィンテージ制限、あのカードを4枚使えて、しかも本流の機械巨人でフラッシュバックもできる。むちゃくちゃできちゃう、むちゃくちゃできちゃう。まだこの間木原さんに負けてフロンティアシンではなくなってしまったんですけど、前、フロンティアシンの A さん、松本さん曰く、ディグはやっぱりフロンティアにおいて最高のカードだろうということですので、まあ青系のデッキとそうじゃないデッキと、まあ、でもいろいろありますよね。この白青フラッシュみたいなデッキもあれば、まあ、今まさにエスパー白青フラッシュと4色霊吉っていう、ちょっと、はい、あとは、トップ8にジェスカイアグロみたいなデッキもいたので、結構どのデッキもカードパワーが高くて、で自分のやりたいことが伸び伸びできる環境なのかなっていう感じがしますね。今回はちょっと結果を残せなかったんですけど、赤系のデッキも早いですよね。兄弟化ティムールバトルレイジもあれば、もう当たるかコマンドもあるし、当たるかコマンドもあって、やっぱり赤いデッキは今のスタンダードでも強いですけど、当時からプロツアーで勝ちまくってましたもんね。この時は結構ここ何年かで見ても最強だったんじゃないかと。ティムールバトルレジ、プロツアーマジックオリジンも優勝が赤たんで、はい、有機での時も赤たん、有機でも優勝ですね。安さんと決勝争ったマーティン・ダンさんですかね、が優勝して、あの頃また赤たんかっていうその後に兄弟化、ティムルバトルレイジコンボが入ったデッキがアタルカレットですね、はい、トップ8に入って、そうなんですね。ちょっとマジックオンラインでできないのが残念なんですけど、ハレルヤだと、ハレルヤだとなんと平日から朝11時からいつでも遊べる。デッキリスト考えてるだけでも楽しそうですね。そうですね、いや、しかもドミナリアで結構環境変わりそうで、すごい楽しみだな。もう来月ですかね、今月プレイリリースがもうありますもんね。そうですね、今月末頃。最初ドミナリアの発売日が4月27日ということで、まあ現在続々とカードが公開されていますけど、エルフだったりゴブリンだったりいろんなデッキが組めそうで、もう来週か、それぐらいにはフルスポイラーも発表予定ということで。そうですね。さあ勝負を決める3本目、岡井選手の先手で、岡井選手の手札はタカリアが見えますね。岡井選手は多分キープを宣言したんじゃなかろうかと。ロー選手はマリガン、伊藤選手はキープしたいカードが除去と、まあそうですね、序盤からしっかり動いていける、まあ、重いカードがあんまりないハンドの方がいいと思いますけど、やっぱ回転欲求だけはどうしても殺したいんで、除去があると安心ですからね。そうですね、回転欲求生き残ってしまうと呪文の質で大きな差がついてしまうので、今回はちょっと細川さんがトップ8に残っているということで代わりにメディアチームの大久保が実況をやらせていただいております。さあ伊藤選手、霊気との調は道路の召使い、土地が3枚、ウギンで戦術は上、ダコジレックの期間もあるし、まあまあ戦えそうですよ、ね、ちょっと回転欲求には触れないですけど、最低限序盤のアクションもできて、1ゲーム目は岡井選手があれよあれよといううちに、そうですね、綺麗な動きでしたが、ちょっと1ターン目のアクションなしで、この2ターン目気になりますね。さあ果たしてやつは出てくるのか、やつは最強の期待が最強のスタンダードで禁止になった、あの、おお、出た、出てきました。
伊藤選手も軽い助教をちゃんと引くことができてはいるんですが、ちょっと回転翼機自体には触れないのでしばらく殴られそうですね。しばらくは回転翼機1回殴っただけでもすごいすごく気持ちよくなれる。そうですね、もう2回、殴って無駄なカードを有効範囲に変えるだけでも、ドローに変えるだけでも全然仕事をしているので、パワーも3あるからすごいクロックも速いし、すごいですねこのカード。こいつちょっとタフネス高かったですね、やっぱこうやって見てると。コジレックの機関とかでは死んでほしかったなと。確かに確かに今更ですが、あ、ありがとうございます。確かにエネルギー出てる本当だ、放送を考慮してくれたものと思います。さあ、そして実際エネルギーの管理も大変でしたよね。そうですね、ちょっと何かを探している最中に元の数値を忘れてしまったりとか普通にあり得ることなので、番外情報ではあるんで。で、乗って3点、おお楽しそうスレイベン回転翼機いいですよね、このコンビは。やっぱ登場1ってのも良くなかったですね、そう考えると今だったら3とかになってるかなと思いますけどね確かに登場3の絶妙な乗りにくさちょうどいいですね。そうリミテッドでも。さて、岡井選手ルーティングちょっと悩んでますね。さあ、今アバシに手をかけたんですが、タカリラもいるからタカリラを捨てれば損しないかな。でもアバシンでしたね。ちょっと土地がどうでしょうね、あるかな。なさそうですね、ちょっと土地引きたかった。そうですね、こうなると伊藤選手としてはちょっと、コジレクの期間がいきそうな展開なので、ここで岡井選手がタカリアを追加するようなことがあると伊藤選手としては理想的ですね。タカリア出したくなっちゃいますよね、でもこれ。そうですね、まあ、ただしかしやっぱり2ゲーム目でコジレックの期間見ているから少し考えたっていうのはあると思いますね。タカリアディスカードまであるのかもしれないですね、これ。ありえますね、このターン。あ、ディスカードですね。これだったらコジレックのリターンで 1-2 が2体処理されたとしても、さあ4点食らいましたね。ここはけども岡井選手動かないとしたらもうコジレ君の期間を完全に読み切ってるでしょうね。伊藤選手の序盤のアクションがないことも含めて、いやもうバチバチですね。ちょっと土地を探したいのかなこれは。さあ、ただちょっとね、相手がコンボチックな動きもあるのであまり待ってるだけでもいけない。はい、トラッカー。さあ、伊藤選手も徐々に盛り返してきました。ここで注目なのが墓地に2枚、インスタントソーサリが落ちたので魔行を達成して手札にある1マナ2点なんですけど、そのカードが、そうですね、魔行を達成したことにより1マナ3点に変身変化するので、これで回転翼機にも触れるようになった。そうですね。さあ、こうなると俄然岡井選手は苦しいですね。トラッカーだけでも苦しい。そうですね、トラッカーだけはなんとか対処しないといけない状態で、土地が引けると致命的な一押し、紛争状態で打てると思うんですけど、まあ、2マナでも動けるといえば動けそうではあるんですけど、やっぱりアクション数の差が出てきちゃいますね。魔行でこれはルーティングされる前、コンバット前に。さあ、しかしこれで紛争を達成したのでトラッカーだけは、お、土地も引きました。さあ、ここで少しちょっと伊藤選手が若干息切れっぽくなってきたので、ただこれはもうまっすぐマナを伸ばしてウギンもありえる。そうですね、そのまま。これで盤面に現在7マナある状態、次土地が引ければウギンも着地できるっていう状態ですね。はい、あとは調査トークンもあるので
いずれ8マナにはすぐ到達できそうですが、さあ岡井選手はその間に打ち消し呪文なりプレッシャーなり、一応タカリラがいるからウギには触りやすいのかなと思うんですが、でもやっぱり、まあ、ただ中精度が高いですからね、一回出てしまうとちょっと厳しいですね。岡井選手のリストにはその盤面に出てしまったプレーン増加をきれいに対処できるカードがほとんど入ってないので、全くないから殴るしかない、うん、そうですね、だから盤面に出てしまうとちょっと苦しいですね。白熱したいい勝負が繰り広げられていますね。そうですね、残り12点を現在有利不利でいったらどちらの方が、ちょっと岡井選手の手札次第ではあるんですけど、さあ岡井選手は、作り手の能力が解決した後にドローしたので、このターン3点を当てて残りが9。さて、さあただ今のところ青マナが起きていないので、このままだと伊藤選手が8マナ目を引いた際にもうここはクロックの展開優先。さあただクロックはかなり大きくなったので、時間制限は突きつけていけました。ウギンで少し流しにくいサイズではありますね。タシグルプラスでは除去できないですし、まあ、ただ6なんでちょうどいい、確か7だったと思うので、ウギンのマイナス6だと今度ミシュラランドで処理されてしまうのかなと。あ、確かにちょうど落ちてきて出してプラスから入りましたね。ミシュラとこれだと合計で6点しかないので大丈夫だと。的人の確認、ちょっと懐かしいですもんね。そうですね。プラス2で稲妻というのがすごい硬いし、盤面触ってくるし。さあここはどう動くか、本体を狙うか、それともウギンをちょっとずつ削っていくか。ちょっと序盤アバシン捨てたの相当悩んでたんで、2枚目のアバシンはちょっと、まあ、あれからかなりターンが経ってるとはあの時点ではなかったと思うので、その残り5にしたところでその5点を詰め切れるかどうか。まあ、ただウギン放置してしまうとやはり奥義がとんでもないので、奥義はもうライフゲインもされるし手札も増えるし、まあ、霊吉にあの能力を起動されるとまず勝てないですよね。まあ、なのでちょっとウギンを放置して勝てるものかどうか。ここは殴れるうちにといういろいろ考えてますね。いや選択肢は無限大ですね。本当に1体だけ、まあ、ウギンとかもなくはないですし、ただこのターンミシュラまで起動して殴っちゃうと本当にアクションがないんで、伊藤選手としては少しプランが立てやすい。ウギンが硬い。ウギン殴れるチャンスはあるとしたら多分このターンが最後になってしまう。そうですね、ちょっとマナクリーチャーが身を挺して守ってくることも考えられるので、ここの4点とかは結構大きいですね。奥義の速さに直結するので、1体でアタック4点。これでウギンの中性値が5まで減少して、奥義は若干遠のきましたね。お、ギデオン。さあこれでウギのマイナスでタシグルは殺されない。これがしっかりプレッシャーをかけながらウギにも、これはすごいいいですね。クロックも早いんで、伊藤選手ライフにそこまで余裕がないので、このギデンを絶対に放置できないところですね。一応プラス2点とかでいろいろ落としたりはできますが、トークンに打ち込んでマナクリ2匹で殴ると盤面は綺麗にできますけど、開始でミシェルランドと合わせて最低でも6点確定してしまうので、まあでもこのターンはそれもありえそうですけどね。さあトークンを殺してマナクリから2体でギデンを落とすと。うわー、おー、あでもエネルギーがまだ3つしかない。さあしかし出るだけでドキドキしますよね。ドキドキしますね。さすがに炸裂するのか。まあでも伊藤選手は本当にこれでもう何引いても有効牌みたいな、もう土地以外は全て有効牌ぐらいになったので、今がぜん伊藤選手が有利ですね。伊藤選手はもう
フェッチランドもあるのでエネルギー4までは確定している状態。そうですね、ウギンが死んだりすればまたエネルギーが増えていきますし、もう本当に不要灰らしい不要灰は霊気拠点とフェッチランド以外の土地ぐらいしかないですね。それ以外はほぼ全て有効灰になりそうな。さあ岡井選手はちょっと苦しい、選手は苦しいですね。やはりウギンが制圧力がすごいですね。本当に3点も岡井選手のデッキにとってはかなり致命的なので、ここはタシグルのみでコンバット。で一応次に墓地にいるタカリアを戻すこともありそうですね。そうですね、今アタックは本体でこれで5かな、伊藤選手のライフが。物あさりは多分使えないはず。健康なき物あさりは使えないですね。さあ伊藤選手としてはエネルギーを貯めるカードを引くことができれば霊気値が、起動できるので、エネルギー4まではフェッチランドで確定してて、もうねチャンプブロックですらエネルギーが増え始めるので、岡井選手からするともうそれもあるからちょっと怖いですよね。さあ岡井選手としては本当に残り5点をもう無理やり詰めに行きたい。手札に、呪文トライは見えたので、お、さあ出しましたね。出しましたね。もうクロックとして。さあこれだと仮に手札にアバシンとかがあると残り3点も一気に現実的になってきますが。さあ。ブロックされてしまうとタシグルでアタックに行くかどうかがちょっとかなり難しいです。これ2体ブロックフェッチランド起動で、まあ、2体ブロックだったら1体殺すというのは選べますからね。ダメージを4点ってやればいいんで。さあただそうしてしまうと次のターン、伊藤選手が霊気拠点とかフェッチランド引くだけでも6個に到達してしまうので、あんまり地上が行く意味はなさそうには見えますが、最悪の場合ウギンで自分のそうですね、マナクリ落としたりもできますね。まあ、なのでちょっと殴っちゃうと伊藤選手的にはただエネルギー1個増えるだけみたいな状態には見えますが、さあただまあ墓地にタカリアもいるんで相手のブロックを減らすことに意味がないことはないですね。さあ行きました。歴史起動されて もうこれはスカルしかね、お祈りですかね。うん、そうですね、まあ、ちょっと現状岡井選手が不利で残り5点をなんとか詰めに行くしかないので、さあ気合コンバットで同選手もこれは考えどころですね。もし、うん、どうですかね、手札になんかエネルギーを蓄霊とかですかね、蓄霊とかがあるとここでブロック前に、蓄霊を打ってエネルギーを増やすことに使用して霊気値を起動したりとか、そういうプランも取れますね。打ってエネルギー使用しません。そうですね、ただプラス3で霊気値を起動する。霊気値何らかの当たり約束され、週末エメラクールなどをめくれてしまったらもうさすがにもう結構何でもいいですね。つむじ風でもいいですし、組細工でも大当たり、組細工でもかなり、現在、準々決勝の模様をお届けしております。平沢選手と石渡選手が 2-1 で平沢選手の勝利、細川選手と鴨力選手が、細川選手が 2-0 で勝利、星選手と柳瀬選手が 2-1 で星選手の勝利となっております。うん、これもう最後の戦いですね。さあタシグルのアタックはマナクリーチャーが身を挺してエネルギーを貯めつつライフを守りました。いや伊藤選手の手札が何なのかちょっと気になりますね。そうですね、まあ、ただアクションがなかったので、そうですね、不要牌、土地かなと思いますが、
伊藤選手もライフは余裕がないからかなり有利な状況とはいえ、ね、あっとしかし奈良園の生成が見えました。が見えましたね。しかし残りライフ3、フェッチランドを起動してしまうと呪文トライで致命傷になってしまう。まあ、あとはやっぱりちょっと序盤にアバシン捨ててたりするのでその辺も、まあ、アバシンあったらちょっといずれにせよ厳しいかなという気はしますが、いやもう本当に手に汗握るとはこのことですね。そうそう、このターンは レイ。さあこれが通ってエネルギーが6つに。まさに健康一等の霊吉の脅威。本当に組細工でもかなり嬉しいですね。3点は相当にでかい。さあそしてウギンが扇にリーチ、次のターンに起動できます。あ、さああるのか。あったあった。キャストにスタックで霊吉の脅威を起動。さあこれは難しい。もう伊藤選手はウギンをこのターン起動しているので現状ウギンがマイナスだったりで盤面されることはできないので、このアバシンが着地してしまうと、起動こちらの1枚起動しましたね。これはもう単純に圧縮ですかね。これはお祈りがどうですかね。いつ起動したかにもよりますけど、アバシンが場に出た能力にスタックで起動しているとライフ3のままだの方が良かった気はしますが、ライフ3だと、チクレイナズも引いた時にアバシンを除去して、呪文 トライをテイクできたので、これだとちょっと組細工とか若干縛りがきつくなってしまってる気はする。チクレイナズマ、さあ、今多分アバシンの能力にスタックで起動してたのでこれでアバシンを葬り去って、ただ呪文トライは守られてしまいました。しかし見た目もうこれで、あ、これで終わりですね、終わりですね。第11期フロンティア神挑戦者決定戦準々決勝、岡井選手と伊藤選手の戦いは、岡井選手が 2-1 で勝利を収めました。